カットからの反撃のコーです。反撃をする場合にただ普通の基本カットをしてから反撃をするという方法よりも、先ほどから変化カット、特にナックルのカット、あるいは切るカットを入れてチャンスを作って反撃に結びつけるということが大切です。反撃の仕方は特にカットで体の体勢が上から下にスイングをしたときに腰が沈んだ状態から、まずその腰を基本の位置に戻して十分に踏み込んで、アタックをするときにはその腰が上の方にぐっと伸び上がるようにスイングすることが大事です。特にカットマンの場合にはカットする位置でそのままアタックをするというケースが多いわけですが、これは打球点が低くなったり、あるいはスイングが下から上に大きくなったりということで非常にミスが多くなるわけです。ですから基本的にはしっかりとカット変化をつけた上に基本姿勢にまず戻るということが大事です。それから打球点を落とさないようにしっかり踏み込んで、スイングをしていくということが大事だと思います。バックハンドカットからバックハンドアタックのやり方です。特にフォアハンドと同じようにバックハンドカットも上体あるいは腰の位置がカットした時に上から下に振り下ろされて、それをまず腰を浮かして踏み込んでバックハンドをアタックに出るわけですが、特にバックハンドの場合には打球点をまず落とさないことと、それから肘をしっかり前に出して肘を軸にして腕をしっかり前に伸ばすということですね。その時にフリーハンドが腕をまっすぐに伸ばすと同時にしっかり後ろに引いて、その反動でボールをのスピードを出すということですね。特にバックハンドカットからバックハンドのアタックに移る時のタイミングの取り方、特に打球点をあまり狂わさないようにしっかり踏み込んで打つことが大事だと思います。
カットマンのレシーブですが、前の項で基本姿勢のところで、レシーブに少し関係をした構え、まず右足をセンターラインに合わせて少し左寄りに構えます。で、腕を伸ばしてちょうど台に届く距離がいいと思います。で、カットマンのレシーブには3つの考え方があります。で、1つはまず絶対にミスをしないレシーブの仕方、それから相手に3球目をさせないような、例えば変化をつけたりコースを変えたり、相手に3球目攻撃をさせないようなレシーブ。3つ目はレシーブから、カットマンでありながらレシーブから攻撃をする、あるいはドライブ、あるいはタック、レシーブから攻め込むと、この3つの方法があります。で、それを実践でやってみたいと思います。カットマンのサーブから3球目攻撃です。まずサーブは、カットマンのサーブといってもまずサーブで取ってしまうサーブを研究して編み出すことがまず大事です。で、それから3球目攻撃に移るときも、いきなりスマッシュではやはりミスする率が多いですから、ネットより低いレシーブに対してはドライブ打法を使ったり、あるいはバックのループを使ったり、5球目につなぐ3球目の仕方もあるわけです。で、ここでは
何種類かのパターンのサーブから3球目、あるいは5球目までのパターンを決めたサーブ3球目を紹介したいと思います。カットマンの練習の過程で特に強化しないといけない点は腰を安定させることです。腰を安定させるためには次のような方法があります。腰を安定させることによってしっかりした基本のカットを、しかも正確に何本もミスをしないで返球するということにつながってくるわけです。このやり方はまずスタンスを基本の姿勢からスタンスをまず大きく一歩で、自分が最大に足を伸ばして体勢が崩れないところまで、一歩を大きく踏み出してカットスイングをして、同時にスイングをし終われば基本に戻る、この繰り返しであります。でシャドープレーをやりながら、まずフォアの真横の一歩で大きく動き出してカットする方法、それからバック、それから斜めの前後、それから正面の前足ですね、それから後ろ足、いうふうな順番に、大きく一歩で動いて、繰り返しそのトレーニングをやります。で、これで一番気をつけないといけない点は、大きく踏み出した膝の角度が90度に保たれないといけないということです。この膝が潰れた状態でスイングしますと、非常にスイング戻りが遅くなります。必ず90度以上に保つということです。それから支えの左のちょうど親指の付け根に力を入れます。あまりラケットをこういあシューズがこういうふうに浮かないように注意することです。それではシャドープレーでやってみたいと思います。
卓球のトレーニングには何種類かのトレーニングがありますが、ここではサーキットトレーニング7種目をやってみたいと思います。サーキットトレーニングの種目の組み合わせによって非常にその持久性を高めたり、あるいは瞬発力、敏捷性を高めた総合的なトレーニングとして大変重要なトレーニングであります。それでは第1番目の種目、天井突きです。これは左右の腕をまっすぐに伸ばし、しかも高く飛び上がる、非常にその瞬発力を高めるトレーニングとして重要です。2番目にバービー、これは敏捷性を高めるトレーニングです。3番目に腹筋のトレーニングですが、起き上がった時に体のひねりを入れます。卓球に非常に効果があると思います。続いて4番目に背筋です。腹筋とともに両方、背筋の方も非常にその重要な筋力として、背筋を腹筋同様やってほしいと思います。5番目に腕立てです。足を高く持ち上げている分負荷がかかってますから効果があります。6番目に、飛び越しです。空中で飛び越え、足を揃えて、ジャンプをします。瞬発力を高めると同時に体のバランスですね。7番目に飛び越えです。飛び越えた時に着地と同時に向きを変える空中での動作、これも卓球の種目において非常に重要だと思います。以上の7種目のサーキットトレーニングを紹介しましたが、サーキットトレーニングは10分ないし30分の範囲で行われるのが非常に効果があります。特に1分間の自分が最大にやった回数の約3分の1の回数で、3セットあるいは2セットというふうに男子女子に分けて、自分に合った回数でやってほしいと思います。
Thank you.
Ah!